こんにちはピクテトーシン北根です、えー、プロから学ぶ投資の基本ベースシリーズ債券編ということで、えー、お話をしていきたいと思います。今回は債券編の第1回です。でえっ、ー、とある程度債券については知ってるよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけれども、まあ、改めてですね債券、えー、の基本的なところを、えー、ここでしっかり押さえておいていただければなというふうに思います。でえっ、ー、とまず最初にですね、えー、お話したいのはここなんですけれども。 すごく重要なポイントがここでして債権投資というのはお金を貸すという性格を持ち時間をかけて利息を積み上げる投資ですよって当たり前じゃないかと思うかもしれないですけれども今でこそ債権利回りが低いので債権、えー、投資してるっていう方はそんなに多くないと思うんですけど一昔前までは本当は債権って、えー、と多くの方があの利用されてたアセットクラスだと思うんですね。 でもその債券全盛期の頃って多くの方に言われたのはやっぱりほ,ほとんどの方って多分基準価格の動きを見て、えー、ファンドを選んだりとかですね、えー、為替の話ばっかりするんですよ。でまあ為替のリスクって大きいので金、まあ、利の低い日本で、えー、債券買ってもしょうがないので金利が高い債海外の債券を買いに行きますと。 そうすると為替リスクを通りまして日々の基準価格っていうのは為替リスクの影響で動きますと。そうするとあるいは基準価格の動き過去3ヶ月過去1ヶ月でもいいです過去6ヶ月でもいいです見ているとその動きってほぼほぼ為替で説明がついてしまうので為替の動きを見ていれば基準価格の動きが分かるので為替、為替、為替。為替が上がが上るるか下がるか下 あーそれを知りたいみたいなあことが多いと思うんですけどそれで選ぶとあんまりいいことにはならないんですよね。なぜかというと為替なんてどっちに行くかなんか分からないんですよ。で債券投資っていうのは為替の方向性を言い当てる投資と勘違いしてる方が多いんですけどそういう投資ではないんですよ。あのそれは投機と言いまして投資とは違うんですね。投資っていうのは 自分の見立てが外れても要するに取ってるリスクっていうのはいい方に出るか悪い方に出るか分からないんですよ必ずしも悪い方にぶれるとは限らないですリスクあるっていうのは上下に動くってことなのでいい目が出ることもあれば悪い目が出ることもありますうまくいくこともあればうまくいかないこともある為替であれば円高になることもあれば円安になることもありますでそれによって勝ち負けが決まってしまうわけではなくて取ってるリスクがたとえ悪い方に行ったとしても為替でいくと 円高になったとしても時間をかけて利息を積み上げていけばプラスになるたとえ為替でも負けてしまってもトータルでいくとプラスになるっていうのが望ましい債券投資のあり方なんですよ。そうすると中に入っている債券の利回りお金を貸してるわけですから5年貸すんだったら5年間で潰れないかな 5年間お金貸す相手がこの人だとしてこの人にお金貸すのにこんなに利回り低くていいのかなもっと高い利回りじゃないといけないのかなこれだけの為替リスク取るのにこんなに利回り低くていいのかなっていうバランスを考えていくことがすごく重要なんですねでもどこどこの国の債権どう思いますか今買ってるんですけどえ利回りって今どれくらいなんですかとお聞きするといや全然わかんないこういう方が多いんですよ結局利回りなんか見てなくって もうただ基準価格の動きだだけ見てただなんかいいらしいって言って買ってしまう方が多いんですけれどもやっぱり基本に立ち返って再建投資って一番重要なここなこんですよお金を貸すという性格を持つのでこの人に5年貸していいのかなとかこの人に貸すのにこの利回りでいいのかなこの為替リスクを取るのにこんな利回り低くていいのかなっていう利回りとリスクのバランスを考えることがすごく重要なので。 何によってリターンを得るのかっていうことをぜひここで再確認してほしいなというふうに思います。こ、まあ、これより大事ななとはないですで2番目のポイントはお金を貸した時に発生する権利まあ権利の件の方の債権ですねこの権面の件の方はまあ英語で言うとボンドの方の債権はですね、えー、権利の方の件債権ですね。 お金貸したお金を約束した日に返してもらう権利と利息を受け取る権利、まあ、この2つを合わせて債権というふうに言いますけれどもをこの返してもらう権利を売買するためにその権利を有価証券の形にしたものです。債権を買うということは誰かから債権を買うってことは債権,の発行債権を発行している人にお金を貸して貸したお金を満期時に 返してもらうううこことととに加えて約束した利利息をを受け取る権利を買うということなんですその感覚で選んでくださいねとでこの再建投資のイメージのところを書いてるんですけどもこの売買が前提なので例えばお金を貸すってことで、まあ、皆さんなじみがあるのは住宅ローンなんですけど住宅ローンを契約するとめちゃめちゃ細かい字が書いた契約書がありますね、えー。いろんな条件がついててこれ担保にしますとか死んだ時はこうしますみたいないろんなことが細かく書いてあります。 A さんに貸しているお金を1年後に返してもらうのと B さんに貸している住宅ローンを3年後に返してもらうのがどっちが有利かなっていうのを比較しようとすると契約書全部読まなないいと比較できないできすねでこれを前提に物事を考えると大変でなんでかっていうと債権投資とかこう権利の権の方の債権に投資をすることを考えると。 全部のローン契約書を読んで読み比べてどれが魅力的かなを考えなきゃいけないわけですよ。で、もっと売買をしやすくするにはどうしたらいいかっていうと条件が揃ってることがいい。あんまり細かいこと書いてない方がいいんです。担保とかついてない方がいいんですよ。担保がついてるとその担保の価値とか考えなきゃいけないので、できたら無担保で細かいこと、ややこしいことが書いてないのがベストなんですよ。でいくと最低限必要な この額面ですね。額面っていうのは、いくら返すんですかっていうこの額面と、召喚日、いつ返すんですか利率っていうのは額面に対する利息の割合です。100万円に対する5%の5万円を1年間にお支払いします。で、このぐらいが書いてあればいいんです。債券は債券発行日ですね。債券の発行体にとってはお金を借りる日になります。額面っていうのは返す金額。利率っていうのは、 あなたの買う金額ではなくて、額面、返す金額に対する利息の割合を利率という風に言います。利回りと違います。利率。クーポンレートとか、表面レートとか、表面利率とか、そういった言い方をする。わざわざそういう言い方をするのは、皆さんがよく言う利回りとは違う概念だからです。あくまでも、この額面に対して利息が何になりますかっていうのが、この表面利率、クーポンレート、利率です。で、償還日は返す。 これってすごく少ないですよね。発行日と返す日、返す金額と利率、4つしかないじゃないですか。これ4つだけ分かれば、この4つの条件だけで、発行体がこういう人たち、こっちの発行体はこういう人たち、どっちがいいかなっていうのを比較するの簡単です。でも、それ以外の条件がいろいろあって、担保が駅から遠い物件のなんとかで、でもこっちはフルでみたいなことをやると、どっちの債券が魅力的かじゃなくて、もう担保物件の魅力で選ばなきゃいけなくなります。 だから担保なんかついてなくって無担保のこういう債券の方が手軽に判断ができます。でこれが債券市場がまあ大きくなってきた理由ですけれどもやっぱり単純化してることで比較がしやすくなってる。でしかも売買しやすいように有価証券の形になっているってところがポイントですね。価値のある証券の形になっていてローンの契約書みたいな細かしたことが書いてないってことが重要なんですよ。それが使いやすさということになります。 もう個債券の発行体債券を発行する人です、ね、は投資家に対して定期的にクーポン利息のことをクーポンって言いますけどクーポンを支払いますとで支払わないパターンの債券の種類もありますけども、えー、いわゆる利付債という利息のついている債券というのはクーポンが支払われますで利息の金額1年間に、えー、払う金額っていうのは額面に利率を乗じたものですこの利率のことをさっき言ったようにクーポンレートとかいろいろ言いますで例えばなんですけど借りる人 発行体、債券を発行してお金を借りる人が、国の場合はその債券を国債というんですね。借りる人によって債券の名前が変わります。地方自治体、千葉県とか東京都とか、あ大阪府とか、地方自治体、なんとか市とかですね。夕張市とか。なんとか市の場合、地方自治体の場合は地方債。金融機関の場合は金融機関債とか、金融債とかですね。事業会社の場合は社債ですね。社債。なんていうふうに呼びます。 で、えー、っと、仕組みとしてはすごい簡単で、投資家が100万円を債券投資しますっていうと、お金を貸して債券を買うことになります。これはまあ、プライマリー市場っていうふうに言うんですね。えー、投資家が貸したお金が発行体に入る市場のことプライマリー市場。で、もう一個別の市場は、この投資家が誰かに売るときですね。誰かに売るときっていうのは、その誰かが ポケットから出したお金っていうのは発行体には行かずにこの投資家に行くんです。持ってる人のところに入る。これ流通市場、セカンダリー市場っていうんです。この場合は投資家がポケットから出した100万円が発行体のポッケに入ります。発行体が発行した債券と交換ってことになります。これを買い取ってるだけですね。まあお金貸してる、買い取ってるってお金を貸してる行為ということになりますけど、この投資家から誰かが買い取る行為。まあ転売ですよね。 この人が一回持ったものを買い取るので、この人がここにもしもう一人いて,いて人がいてですね、この人が買い取るお金っていうのは発行体には入らず、トヨタの社債ですって言って、トヨタには入らずに、もともとトヨタの社債を持ってた人のポッケに入ります。ということが、えー、流通市場では起こります。まあ、大した違いじゃないんですけども、一応そんなことも知っといた方がいいと思います。はい、次のページ行きまして。で、この再現の 投資をする時にもちろんリスクは伴うんですけれども債権投資のリスクの代表格は借り手お金借りる人ですねの懐事情が悪くなるなどして利息や貸したお金を約束ったり,で約束通り払ってもらえなくなったりっていったら本当にどういうことが起こるかというと例えば、えー、日本航空が潰れた時日本航空の社債は100に対して12.5。 しかかっってこなかったですね100に対して10%ちょっとしか返ってこなかったですしそれ以外にも大手の企業の破綻例えば、えー、っと自動車の部品の高田が潰れた時とかもそうですし、えー、っとマイカルっていう大手のスーパーが潰れた時あの時は3割ですね個人投資家の方は3割しか返ってこなかったので100に対して30しか返ってこなくてどれぐらい返ってくるかっていうのはその会社が潰れた時にどのぐらい手元にお金があるかによります1%もっっててこなないような時だってあります。 全然返ってこない時だってもちろんあります。会社に残ってるお金をとにかく処分して、お金を貸してる人、権利の権お金を回収する権利のある人に配るんですけど、そこには借金取りだけではなくって、従業員もいるんですよ。未払いになっている給料を取り返さなきゃいけないし、公共料金の支払いとかが届こうってったらそっちも払わなきゃいけないし、いろんなお金を払ってもらう権利を持ってる人がいるので、その人たちで調整をして返していきます。そうすると、 もちろん100に対して100が返ってくることもありますけどまあそういう状況だと普通会社は潰れないので100に対して100を返せないのが普通です。でじゃあどのぐらい返ってくるんですかまあ弁済率って言うんですけどそれは本当にケースバイケースです。でこういうことが実際に起こるので潰れた時っていうのは大体手元のお金とかがなくて潰れるので100に対して100返ってくるわけないんですよ。で皆さんが思っているのは99とか98なんかで済むこともありますけど済まない方があの多いので。 ややらられれる時にはそういうい方だっっててすするんだだよっていう覚悟は必要ですねだからどういう人が借りるのかなっていうのは有名かどうかじゃないんですよ。日本航空だって潰れたんですから東芝だって、えー、ああいうことが起こったわけですしいろんな会社どんなに大きい会社だって潰れることあるのでイメージだけで有名だから潰れないとかなんか本社ビルが大きいから潰れないみたいなことをですねあの思わずに何兆円の借金があって潰れる会社もありますからね。 そういうことが起こった時には返してもらえなくなるかもなという覚悟でそれに見合う利回りかなっていう意識で考えてみることがすごく重要です。であるいはですねそもそも返っては来るんだけど持ってる間に債券価格毎日変動します。この変動する時2つの大きな要素があります。1つは信用リスクですね。そもそも返ってこなくなるかもっていう疑いが出てきた時点で信用リスクが高まって値段は動きます。 あるいは、その会社固有の状況、その発行体固有の状況、例えばギリシャ国債とかですね、イタリア国債の問題出ましたけれども、ああいうふうに発行体の信用リスクだけじゃなくって、市場全体、今アメリカの金利が上がってます。世界的に金利が上がり始めてますって、市場の金利全体が変動して、債価額が上下する金利変動リスクなんていうのもあります。大きく分けると、債券の価格が変動するリスクには2種類ありまして、 信用リスクと金利変動リスク。あ、そんなんありますよっていうふうに言われて、へえとしか思わなかった方多いかもしれないですけど、信用リスクっていうのはどっちかっていうとその発行体固有の問題。金利変動リスクっていうのはどっちかっていうと市場全体の問題って考えると理解しやすいんじゃないかなというふうに思います。で、それ以外にも外貨建ての場合には為替の変動リスクっていうのが伴いますし、それ以外にもですね、流動性のリスクとか途中消化のリスクとか、まあこういったリスクもあるので、自分が取るこういったリスクと、 利回りを比べることが大事ですそんなん分かってるよって言うかもしれないですけども債券投資されてる方に聞くと大体返ってくる答えはいや預金より利回りが良くて定期預金の利率が低いからそれをちょっとでも良ければいいと思ってそれって預金利率と比べてますすよね預預金金利利率率とと比比べべちゃダメなんですよ預金利率と比べて高いのは当たり前なので取ってるリスクと利回りが合うかなどうだったら合うんですかんそれはね 個人の判断によって、カレーは何からが私にちょうどいいですかって聞かれてもわからないんです。それリスクの感覚って、人によるので、あなたの感覚で三からは辛いと思うのか、全然辛くないと思うのか。違うように、リスクも私と皆さんでは違ってくるんです、ね。だから、自分の感覚で三割やられる可能性があるのだったら2、二パーじゃなきゃ嫌だ。いやいや、私は二点、五パーなきゃ嫌だというのは、個人の感覚の問題なので。 自分でそんだけやられる可能性があるんだったらこのぐらいの利率が欲しい。しかもそれも世の中の環境との見合いですね。昔みたいに6%世の中で金利がある時と今みたいにアメリカでも3%しかなく日本だとゼロの状況で6%はさすがに高望みかなと。じゃあ今だとちょっと低いかなと。だからその人の感覚と市場の環境そしてリスク。 のののバランスでででここ利回りでいいいいいかなっていうことを考えればいいんですそれって皆さんが、まあ、あまり人にお金貸すことはないと思いますけどご近所さんの A さんと B さんにお金貸すときに A さんだったら3%で貸すけど B さんだったら3%だとちょっとやだなとかそういうことを考えると思うんですね。まあ、あまりそういう状況にならないことを願っていますけど、まあ、そういう状況になったら多分本当にこの人返してくれるから大丈夫かなあの人が3%だったらこっちの人4%の方がいいんじゃないかなみたいなことを考えると思うんです。 債券投資っててて同じじなななんんんでですすすよグラフの動き見て決めちゃゃそうじゃなくてお金貸すんだ長期中長期的に投資していく中長期って何年ですかまあ5年ぐらいはだったら5年間のリスク5年間だといろんなことが起こりますね国の形が変わるかもしれないです会社だって今は調子いいかもしれないですけど3年後には分からないですねそういう不透明な要因がたくさんある中でこの利回りで満足できますかできるんだったらそれで勝ったらいいし。 利回り低すぎると思うんだったら買うべきじゃないんですというのはやっぱり個人の感覚なんですけど大事なことはリスクと利回りを比べるっていうことを大切に思うことが私は大切だと思いますはい、あの再建投資で失敗し,しないために一番必要なのはそこだと思いますはい。でそのさっきから出てきてこの利回りについてなんですけど利率と利回りってどういうふうに違うのかって言いますと一般に利回りっていうのは投資をする際に 投資金額に対してどれぐらい収益が入るかという物差しです。収益ですから、インカムゲインだけではなくて、キャピタルゲイン。インカムゲインとキャピタルゲイン何が違うかっていうと、インカムゲインっていうのは保有という行為でもらえるリターンですね。持ってる間もらえるので、売っちゃったらもらえない。これがインカムゲインですね。キャピタルゲインっていうのは売却という行為でもらえるもの。100万円で買ったものが120万円になったよって言っても、それはあくまでも円に書いた持ちです。売って初めて利益というのは実現するので、 100万万ののものは120万円になりましたこの時に発生する買った値段と売った値段の差100万で買ったものを120万で売った時の20万円のこととをキャピタルゲインといいう,うに言います保有という行為で得られるもの保有してる間得られる板がインカムゲイン売却という行為で得られるものがキャピタルゲイン。でこの両方が収益ですので投資する金額に対してどれぐらいの収益が手に入るかなっていうのを あらかじめ計算すると利回りが出ます。つまり、インカムゲインだけじゃないんですよ。キャピタルゲインまで含めて、え、キャピタルゲインなんか予想できるの予想はできないですよ。ただ、予定通りだったらってことがあるわけです。それは何かって言ったら、100円で買った3券は、その後値段が動きますので、105円になったり、95円になったりします。ということは、95円で買った3券が、予定通り100円で償還されると、5円儲かる。 105円で買った債券が予定通り100円で召喚されると5円損するということは予想がつきますよね。だって自分の買った値段と召喚される金額、返ってくる金額決まってるわけですから103円で買ったって言ったら何事も起こらなければ100円で返ってくるわけですから3円損するんですよ。99円で買った、予定通り100円で召喚されれば1円儲かりますね。このキャピタルゲインはもう分かってること、予想がつくことなので予想が外れる場合もありますよ。ただ 予定通りなら、本当に約束通り帰ってきたらこれだけ儲かるってところまで含めて考えましょうねっていうのが利回りなんです。で、この利回り。例えば、皆さんだとこの債券の A と B、どっちが魅力的ですか ?A は額面100万円ですから100万円返ってくるんですね。で、今98万円で買えます、購入価格。償還は1年後です。1年後に返ってます。利率3%っていうのは、あなたが買う98万円の3%が入ってくるわけじゃないです。100万円、この人は100万円借りてるので、100万円の 借金した人が3%払うっつってんのは100万円に対して3%払うんです3万円の利息を払いますと皆さんが借りてる側だったら分かると思いますけど他の人が皆さんに貸したお金をですね回収する権利をいくらで売買してるかによって皆さんの利息の支払いが変わったらたまたまうんじゃないですよね。A、銀行から3,000万円お金借りました1%の利息ですって言ったら3,000万円の借金に対して30万の利息を払いますよね。 ところが A 銀行がお金に困ったわけじゃないですねえっ、ー、とじゃあ4000万で売る,も売るよとこの債券を誰かに4000万で他の銀行に売りましたとで B 銀行はお4000万で買ってきたから4000万の1%ちょうだいって言って皆さんのところに来ていや A 銀行から私とこの銀行が買い,買い取りました、えー、4000万で買ったので4000万の1%くださいって言われたらたまったもんじゃないですね売買されるためにびに お金借りてる人の利息が払うのたまったもんじゃないんです、ね、だから、借りた人は自分の借りた金額と返す金額ですね。が額面ですけども、額面に対して一定の割合、利率をかけたものを払えばいいんですだからこの場合でいくと、98万で買われようが、102万で買われようが関係ないです。100万円の3%の3万円払えばいいんです。一方 B はっていうと、100万円の額面に対して今95万で買えます。ところが、利率は1%しか入ってこないので、1%、1 の百万円ですから一万円ですね。皆さんだったらどっちが魅力的ですか。これとこれ。こっちは三万円の利息が入ってきます。こっちは一万円しか利息が入っていません。でもこれって九十八万で買ったものが予定通りだと二万円の差異を生みますよね。キャピタルゲインをこっちは九十五万円で買ったものが一年後に予定通りなら百万円になりますから五万円儲かりますね。こっちいくと一万円と五万円で六万円。こっちは二万円と三万円で五万円。なんかこっちの方が儲かりそうですね。でこれらを含めて。 考えると、この最終利回りって言うんですけど、予定通りだったら5.1%儲かる、儲かりそうな債券。こっちは予定通りだったら6.3%になりそうな債券。というふうに計算すると、この両者を比べて、あこっちの方がいいんだっていうことが分かります。利回りはね。でも、じゃあ債券 A と債券 B の発行体のリスクはどっちが高いか分かんないですよ。でも、この利回りの2つが分かれば、 もしリスクが同じだったら B の方ががいいいででですすよねでもリスク同同じじなら多分ないんです同じだったらこんなに離れた利回りで取引されるのでおそらく B の方がリスクが高いんだと思いますだって A と B が同じリスクだったらこんな利回りで取引されるわけないじゃないですか6.3%の方みんな買いに行きますから買いに行くと値段が上がって利回りは下がっちゃいますので、まあ、こういう差になるってことはおそらく B の方がリスクが高いんです、ね、問題なのは そのののの A よりも高高いいいいリスクっていうのがどのぐらい高いのかこの利回りのさ1.2%分程度にリスクが高いのかもっともっとリスクが高いんだったら6.3なんかでは嫌だということになるかもしれないです。それがリスクと利回りの感覚っていうことです。はい、でこの利回りっていうのはあのー、例えば日本の投資信託のですね月報よくある月報を見るとこういうふうにですね直立と修理というふうに書いてあります。で えとこの時にはさっき出てたこの最終利回りっていうのをごめんなさいね最終利回りっていうのを見ていただきたいんですよこの最終利回りを訳して修理っていうんですねでここですね修理と直利書いてあって見ていただきたいのは最終利回りの修理なんですよ5.4%直利の6.0%意味ないですこれこれって結局インカムゲインしか見ませんんよっていう意味なんですねどういうことかと言いますと さっきも言ったように債券投資をするとインカムゲインとキャピタルゲインが入っていきます。で、インカムゲインだけ考えるのが直接利回りなんですよ。で、ここに書いてあるように99万円で買った債券に対して年間5万円の利息収入が入るよあ。ここの例を先に分けてくださいね。A さんが持っている債券を B さんが買い取っていきます。99万円で買うよ。額面100万円だよ。1年後に償還されるよ。利息は5万円。 100万円に対して5万円ですから、表面利率5%です。これを買った時って B さんってどれぐらい儲かるかっていうと、99万円で買った債券に対して、年間5万円の利息が入ってきますね。そうすると5万割の ÷99 で5.05%ってなるんですけど、これって1個考慮してないものがありますよね。それは何でしょうそれはキャピタルゲインです。この人予定通り行けば、 予定通り行けばですよ1万円儲かりますよねだって99万円で買ったものが最後100万円で召喚されるわけですから1万円儲かりますここまで含めたものが最終利回りなんですだから最終利回りで計算しなきゃいけないいけなんですなんでかっていうとキャピタルゲインが入る時だったらまあまあまああの儲かる話なので考慮に入れずにお楽しみで取っとくっていうのもいいですけど悪い方の話の時が問題なんですね 悪い方の話でどういうことかって言ったら102万で買ったものが100万円で召喚される場合ですねこれってもう2万円の損が見えてますでもこの2万円の損は考慮に入れないというのが直接利回りなんですよだから直接利回りの方が高い場合この場合そうですね最終利回りよりも直接利回りの方が高い場合ってどういうことかって言ったら値段の高い債券を買いに行ってるってことです 修理っていうのは、インカムゲインだけ見れば5.4%なんですよね。でも、キャピタルゲインまで、あ、ごめんなさい。インカムゲインだけ見れば6%なんです。直利が6%ですから、インカムゲインだけで考えたら6%なんですけどちょ、直利にキャピタルゲインまで考慮して、修理にすると5.4に下がるっていうことは、キャピタルゲインがマイナスなんです。 キャピタルゲームマイナスってことは何かって言ったら100で償還されるものを101とか102で買いに行くから最後損するっていう時にその最後損するってところを含めないのが直利で考えるってことなので直利は無視していいですね見る,見る必要はないです全く見る必要はないですああ高い値段で買うんだな特になんですけど人気があるファンドとか人気がある債券とか人気が集まっているものにはこういう現象が起きやすいです どん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 値段が上がってしまって、債券も売り物が少なくて買いたい人がいっぱいいると、どんどん値段は上がってくるわけです。百一で買う、いやいや、向こうで百一点二で買うっていう人がいますもん。じゃあ、欲しいので百一点三で買う。いや、売り物一個しかないんでね。じゃあ百一点四で買うよって言ったら、百二で買いますっていう人が出てくると。どん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 値段が上がっていっちゃいます。そうすると、支払われるクーポン、利息は変わんないのに、どん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 利回りが上がっていっちゃう。 価格が上がっていく時には利回りが下がりますというメカニズムを次でご説明しますこれが大事なポイントなんですけども、えー、利率5%の債券を100万円で買ったけどお金がいるから現金化したいなという投資家 A がいますこれお金貸したんでしょうね100万円の額面のものを100万円で買いましたとで償還1年後ですで利率5%なので5万円入ってきます 誰か買ってくれませんかその債券買ってあげてもいいよっていう投資家 B が現れました。買ってあげてもいいけど利回り5%じゃ低すぎるわ。利回り6%なら買ってあげてもいいわと。で、この時 B さんはいくらで買うと6%になるでしょうか計算は難しそうですね。でも利息5万円で5万円の利息がもらえることは分かってて額面が100万円です。 100万円で買っちゃったら利回りは5%にしかならないですよね。じゃあ6、6%にするには、要するに5%よりも高い利回りにするにはどうしたらいいでしょうそれは値段を下げるしかないんですよ。わかります ?5 万円の利息がもらえます。100万円で返ってきます。これを100万円で投資したら、インカムゲインの5万円しかないので、 100万円に対して5万円入ってくる5%にしかないんですよ。で、6%欲しいとしたらどうするかって言ったら、買い取り価格を下げるしかないんです。で、債権というのは、発行体が返す額面が決まってます。払う利息が決まってます。この場合でいくと、返すのは100万円ですし、払う利息は1年間5万円って決まってるんですよ。これを6%にする、7%にする、8%にするとしたならば、買い取り価格を 下げるしかないんです。だから、利回りが上がると債券価格が下がるんです。債券価格でしか調整できないからです。反対に、これをどうしても欲しいという人が、より高い値段で、102万、104万、105万と、より高い値段で買うと、利回りは下がります。なぜかというと、返ってくるお金は100万円のまま変わりません。104万で買おうが、105万で買おうが、返ってくるお金は100万円でしか変わらないので、利息も増えません。5万円のままです。 価格が上がれば利回りは下がります。結局、債券の値段ってなんで動くんですかって言ったら、買い手がどれぐらいの利回りで買うかっていうところに尽きるんですよ。だから、この発行体がやばいと。6%なんかじゃ買えない。10%だ。15%だ。みたいにリーマンショックみたいになっていくと、どん,どん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 価格は下がっていくしかないですし、あるいは、このもう利回りが高い債券が世の中にないので、こんな有名な会社の債券が4%で買えるんだったら買いたい。 私も買いたいた私もって言うと4%の債券が 3.5%3%2.5% って利回りがどん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 下がって価格が上がっていくんです。それはお金を借りた人が返す値段と払う利息が変わらないので債券の買い取り価格を変えることでしか利回りを変更できないんです。 利回りを高くしたければ価格をを下げる利回りを低く低くても我慢できるっていうんだったら価格を上げることができます。価格を上げれば利回りりは下がりますで次もう一個今日どうしても聞いておいていただきたいのはまあどうしてもってことでもないんですけどね。じゃあどのぐらい変えなきゃいけないのよっていうのが実はこの修正デュレーションですね。えじゃあ 100万円よりも低い金額で買わないと6%にならないことは分かったと。じゃあ、どれぐらい下げればいいんだっていうのを計算するのは、実は結構大変なんですよ。でも、わざわざ計算しなくてもいいように、ここに修正デュレーションというのがあってます。さっきの月報と同じ月報から取ってきてると思いますけども、この修正デュレーションというのはですね、日本のこの金融市場ではですね、この5.1年とかっていう、年という単位で表されるんですけど、英語だとこれ5.1、 5.1ンイヤーっていう風に、イヤーはつけないんですよ。なぜかというと年で表すようなものじゃなくて、どっちかというと倍みたいな概念なんですね。で、年ってついてるので、残存期間、あとどれぐらいで返ってくるか、5.1年ぐらいの平均残存期間みたいに勘違いしてる方が多いんですけど、違います。この修正デュレーションって何かというと、残存期間でも何でもないです。修正デュレーションというのは、利回りが変わった時に、その何倍価格が動くかっていう倍数なんですよ。 でもう考え方から言った方が早いので利回りが1%上がった時に修正デュレーションが 3, 年って3倍なんですよ修正デュレーションが3だったら利回りが1%上がるつまり5%で今まで買ってもらえてた債券が6%になるってことです。6%じゃないと買わないその債券5%だったけど私は6%じゃないと買わないって言われた時には1%の3倍。 3%の値段を下げるとちょうど6%になるんですよっていうのを計算してくれているのがこの修正デュレーションなんですよ。もう一回言いますよ。5の方でいきます。5%で今まで買って買えた3意見が利回り6%じゃないと買えないと。利回りが1%上がることになります。1%上がるときに価格は下がります。どのぐらい下がったらいいのかっていうとこの1%の5倍下がったらいいっていうのが 修正ジュレーションが5という意味ですこの時どうなるかって言ったら1%の5倍下がるわけですから5%下がりますつまり100の債券を95で買うとちょうど利回りが1%上がりますっていう意味です。反対に利回りが1%下がってくれるんだったらつまり今まで5%だったけどいやいやそんな。 そんな贅沢言いませんこの世の中金利低い状態で、もう5%なんてとんでもない。4%でも構いません。ですから買わせてくださいって言うと、その人はどのぐらい高い値段を提示できるかっていうと、修正デュレーションがもし5の3位権だったら1、1%の5倍、5%買い上がって大丈夫なんですよ。100の3位権を101とか102じゃなくて、105まで上がっても、105で買っても、その3位権は利回り4%になります。 4%にとどまるので100で返ってくるものを5%値段が高い105で買っても利回りは1%しか下がりませんというのがこの修正ドレーションなんですね。ということはつまり皆さんが再現ファンドを見た時にこれから金利が上がっていくって言った時に修正ドレーションが小さいファンドを買ったらいいか大きいファンドを買ったらいいか正解は小さいファンドですね。金利が上がっていく時金利が上がったら再現額が下がります。 1%, 1上がったときに修正デュレーションが2のファンドと10のファンドがあったとします。金利が1%どっちのファンドも上がりましたよ。利回りが1%上がりましたよって言ったときに修正デュレーションが2のファンドは2%価格が落ちます。ところが修正デュレーションが10のファンドは1%利回りが上がると10%値段が落ちることになります。全然違いますよね。同じ利回りの上昇に対しても価格の下落が全然違ってきます。 修正デセーュレーションが10なんてあるのいや日本国債は多分あのここ数年多分ずっと10前後で来てるので日本国債に投資をします普通にポートフォリオを組んで投資しますって言った時ってだいたい利回りが1%上がるとその10倍価格は落ちますだから、えー、0.5%利回りが上がればその10倍ですので5%ぐらい価格が下がりますもし日本国債のファンドに投資してて損してるとしたならば多分そんなようなことが起こってるんじゃないかなと思います えー、次回ですね、えー、そういった例も踏まえながらお話をしていきたいと思いますけど、今日はまず債券の入り口なので、債券投資っていうのは、グラフの動き方見て元気がいいからいいなとか、為替が調子いいからいいなじゃなくて、そもそも5年債券ファンドを持つとしたら、利息が溜まっていくんだ。この利息を溜めていく間には様々なリスクがある。でも、会社が潰れるかもしれないし、為替が動くかもしれないし、世の中の金利が変わるかもしれないです。そうした、 起こりうるリスクとかですね。取るリスクに対して、この金利でいいのかなと。で、その金利を十分に貯めていった場合、たとえ一部の人が夜逃げしたと。えー、っと1万人にお金を貸して、住宅ローンにお金を貸して、あるいは100社の会社にお金を貸すような社債のファンドを買って、たとえ1社が返してくれなかったとしても、デフォルトしちゃったとしても、こんだけの利息があれば十分に、 5年分の利息が溜まっていれば1社分飛んでもなんとか回収できるみたいな感覚で取ってるリスクと利回りの関係を考えていただくと債券投資で失敗しにくくなるんじゃないかなというふうに思います。為替を言い当てるんじゃなくって買う時点で取るリスクと利回りのバランスを考えることが債券投資で一番重要なことだと私は考えます。ということで次回第2回をお楽しみに。本日もありがとうございました。